きます。5秒前、4、3、2。ジャガイケミのラーメンハピネス。はい、皆さんこんばんは。私ですね、博多ザブリスクのボーカルギターのジャガイケミです。ということでですね、毎週水曜日、8時からですね、放送しておりますジャガイケミのラブ&ハピネス。今日もですね、ここゲイツ、中洲にあるゲイツの7階にありますですね、ギタートライブの方からですね、生放送しております。ちょっとショップの紹介だけさせていただきますと、ここはですね、中洲にあるゲイツビルのですね、7階、ゲイツセブンとかですね、ソラとか、ライブハウスがある、階なんですけど、ですね、このギタートライブというですね、ヴィンテージギターですね、ヴィンテージギターを専門にですね、扱っているショップでして、もう毎回紹介してますけどですね、後ろにはですね、もう本当400万とか、もう高いのになると800万とかですね、いうギターもありますし、まあ20万とかですね、15万とか、そういったですね、お手頃のヴィンテージのギターもあります。で、ここはですね、ギターの工房も、されてるんでですね、オリジナルギターというかですね、そういったのもですね、作ることができますし、もういろいろギターに関してですね、まあ、相談とかそういったところも載ってくれますんでですね、よかったらこのゲイツセブン、ゲイツの7階にですね、あるギタードライブですね、ぜひゲイツに来られた際にはですね、お越しいただければなと思っております。ということでですね、今日はですね、また、スペシャルなゲストを、呼んでおります。ですね、もう福岡ではですね、もうスタジオも、ね、西陣の方で、やってますし、それからもういろんなボーカルスクールとかですね、そういったところもですね、もう積極的に、ね、生徒さんに教えてますし、あと自分でもですね、アップステアーズとかですね、そういったところでですね、大活躍してるですね、この方を紹介します。大塚直幸くんです。イエーイ。どうも、どうも、久しぶりです。どうも、久しぶりです。ということでですね、映ってなかったですね、今までそうなんだ。こいつが、こいつがです今日は初めてこいつに登場するんで、ジャガー、ジャガーということで、来週いるかどうかちょっとわからないね。ということでですね、はい、今日はですね、大塚くんにですね、何のゲストに来てもらいましたが、はい、もうスタジオの方もね、どれぐらい、ね、僕がオーナーになってからは、もうどのぐらいのね、結構なるよ、5年5年ぐらい、で引っ越してちょうど4年目ぐらい、4年目になるね。ということで、今はね、もうスタジオも経営してるし、ね、島村楽器、ああ、はいはいはい、あそこでもボーカルの、何を偉そうなって感じですね。で、ボーカルスクールの先生もしてるし、まあ自分のスタジオでもね、そういった、はい、ね、音楽スクールを、ね、やってますけど、まあ元はといえばもうバンドマン上がりというか、元はというか今でもそうです。バンドの方もね、あんまり今精力的じゃない。でも今アップステアーズとかその、アカペラグループとかでももう積極的に、ね、活躍してるんですけど、そういったその大塚くんのそのなんだな、ヒストリーというか、大塚直幸ヒストリーをですね、はいはい、今日はちょっと。お届けしたいなと、ありがとうございます、はい、思いますが、まずちょっと出身から、ですね、日本なんですけど、山口県、豊浦郡、昔は豊浦郡って言ってたんですけど、今吸収されて、下関市と、いうところですね、うん、で最近だと角島大橋、角島ね、うん、割と有名じゃないかなと思うんですけど、うん、それの、角島じゃなくて反対側の、マイナーな町、阿川っていう町です。あ、先週から、先々週から鶴瓶の、うん、家族に乾杯、見たことあります、 NHK の番組、
いや、あれで2週連続で僕の街が取り上げられたんですよ。あ、ね、もう出てくるのじいさんばあさんばっかりですけど、うん、でもあの角島大橋が最近なんかすごく黒、なんか日本、なんか日本でも一番綺麗な、なんかほら渡りたい、うんうんうん、海の中をずっとなんかこう、ね、走ってるような感じで、ね、走ってる、こう曲がってる感じで、うんうん、なんかそういうのですごくクローズアップされてますけど、うん、そこで、まあ、産声を上げたというか、ね、うん、19の年もあるところで、ね、ああ、ね、まあ音楽的に、ね、その、まあ、バンドを始めるきっかけとか、そういった音楽を聴くようになったきっかけとかは、そのどこで、そうね、小さいやっぱ子供の頃に家にも、こんなプレイヤーがあって、うん、SP 版のプレイヤーだった、うん、それで、結構無理して EP 版をこうかけてて、うん、演歌とかね、童謡とかそういうのの EP 版がいっぱいあって、割とそれで、いろいろな音楽を吸収して何回も繰り返して、音楽は子供の頃から好きで、うんうん、ただ、ちっちゃい頃漫画家になりたかったよね。あうんうん、あ、よくあの Facebook でなんか機関車トーマスみたいな、なんか書いてるやん、あんなのをちゃんとストーリーがあるやつを、当時ね、仮面ライダーの、モノマネをしたアニメ、漫画を描いてて、ザ・ビッグライダーっつって、なんかちょっと仮面ライダーが3倍ぐらい多くなやつの漫画をずっと描いてて、それで、それをずっと連載してて、そのクラスの友達とか、うん、あと親戚の親父とかにずっと貸したりとか、おい、ラブビー、あれまだ2巻もできんのかとか、そんな感じで結構街では評判な漫画家やったり。あ、そうなんだ、ね、あ、じゃあどっちかというと音楽よりも漫画の方に、まあ、子供の頃も、もう小学校の頃の夢はその漫画家になったのが夢で、ね、あ、そういうその大塚少年がちょっと音楽の方にだんだんこうな、偏ってきたっていうか、 それきっかけは、僕はずっと一人っ子 で、うん、でもう一人一人っ子が親戚にすぐ近くに住んでて、うん、彼がずっと漫画家を目指してやってて、僕はそのもう後を追うかける年が2つ下やったから、あ、じゃあちょっと兄ちゃんみたいな、もう負けないよみたいな感じでこう書いてて、うん、でやってたら、ある時僕小学校、5年生6年生かな、うん、の時かな、その彼が中学校の文化祭で、ギターをクラシックギターを弾いてて、信じられた遊びとか名残雪とかいるから、うん、多分そういう曲だったと思うんですけど、うん、で小学校の頃それを見に行って、それまで一緒に漫画をこの間までこう一緒のテーブルで描いたやつが急になんかこうギター持ってかっこいいじゃないですか。ほんでブワーッと拍手を受けてるわけですよ。うわー、なんじゃこれはと思って、やられたなと思って、でお袋にクリスマスプレゼントにギター買ってくれんやろうかって言ったら絶対ダメって言われて、今でもあんまり変わらないですけど、やっぱ田舎だから、不良の仲間入り、ギターは不良の仲間入りだっつって、なんとかこう時伏せて、1万円以下のクラシックギターだったらいいと、いうことで、実際に1万円以下のクラシックギターを買ったのが最初です。あ、ね、で、クラシックギターの教則本も買って、入り口はとりあえずはクラシックギターから始めます。で、禁じられた遊びみたいな、もうやったですね。で、それで軍の音楽コンクールっていうのに出て、ビートルズのブラックバードという曲、ブラックバードね、それで優秀賞っていうのをもらって、それでね、高校2年の時にの文化祭、僕の文化祭で、うん、そのステージの上でそれをお披露目するっていうのがあって、うん、でステージにこう、ギター持って上がってきてたら、一番前にいた子が僕が好きだった子だったんですけど、その子がまだ僕が音出す前に、あ、かっこいいってちっちゃな声だったんですけど、もう僕は本当耳元でささやかれるように聞こえて、うわーって、その瞬間に、よし、僕この道で行こう、行こう、うんうんうん、それ、うん、あ、もう聞く前にはかっこいいって、かっこいいんだ俺とか思って、それからですかね、バンド組んだり、じゃあ、入りは、まあ、クラシックギターから入っていたけど、まあ、そういう例えばビートルズ そのブラックバンドとかをちょっとカバーしていったりとかして、ね、まあ、実際好きだったのはそのビートルズとか、当時だったらカイバンドとかそこら辺をよく聴、いてて、そこら辺をクラシックギターで一生懸命やった。で、途中でハードロックにも夢中になってもう独学で、独学、まあ、親戚のそうだね、ちょっとお兄ちゃんがアドバイス受けたりはしてたけど、でも、実際、例えばハイウェイスターとかブラシックギターでゴミ出たらフレット足りないわけですよ
んで、それでずっと弾いてて、タララ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 ラって、そこのとこがこうまた復活して弾いて、んで、本番の1週間前だったら、いとこの兄ちゃんからエレキギターを借りて、練習もう一回して、それでステージに立って、終わったら返して、またクラシックギターで、の繰り返し。繰り返し。で、じゃあそういうふうな感じで、高校時代もそういうふうな、もうクラスの友達とか、そういうちょっと気の合うような仲間と、ちょっとバンドを組みながら、ですね、そういうふうなのをカバーして、うんうん、だから、田舎やけん大変ですよ、もう趣味がバラバラで、音楽やってるとか、音楽でもちょっとやってみようと思う人間の数でもすごく入れてるから、そうよね、僕は、俺たちの時でもそうやったから。うんベーシーローラーズが、ゼロローラーズが好きなんやけどとか、アリスが好きなんやけど、ビートルズが好きやけど、ハードロックが好きで、そういう人たちが一つのバンドの中に来るわけですから、もうステージングとしてはデタラメなんですよ。なんかいろんなのカバーしたりとかするよね。シーラブズユーとかやるんですけど、バックの見たらめちゃくちゃ沈んでるとかですね。ギャーッそういう、そういうふうな感じで、まあ、高校時代を、過ごした。あ、中学校ですね。中学校、はい、あ、中学校で高校に入って、まあ、本格的にバンドを始めるって感じ。そうですね、高校に入って、まだこの時点で僕らしくみたい1個しか持ってない。で、これがですね、生まれて初めて買ったギターが、エレキなんですけど、これが高校2年の文化祭の時に、ちょっともうパンクに目覚めてるんですね、パンクとかかなり激しい色とか、まあ、同世代やからもう、ピストル、もう全部、全部あるもんね、ピストルズもあるしね、まあ、当時の明太ロックとか、ロッカーズとか、モスとか、そこら辺とか、あと、RC サクサクとか、そこら辺のカバーをやってて、ちょうどそれもまた借り物のエレキギターで、ベースのやつから借りてたんですけど、でギターガーン弾いて、もうさ、高校の時はもう死ぬほど盛り上がったわけですよ。そのもう全校生徒がガーッと最前列まで来て、こんな感じで、うわ、俺スターやなーと思って、で、もう2曲目ぐらいでもうグワー気まくり上がって、いや、当時チャートとかよくギター投げてたでしょ。あれを真似しようと思って、ベースのやつのところに行って、ギター投げていいやって、ギター、ベースのやつももうグワー気まくり上がってるから、いいよ、いいよとか言って、で、わーしとって、ブワーって投げるんですよね。池部さんって知ってるでしょうけど、トムソン、1万何千円の安物の。安物。ブーンって投げたら、ヒューッ、ガーンと落ちてきて、パカッと割れて。誰か空洞になっとるよ。で、シーンってするわけですよ。せっかく今まで盛り上がってきた人たちが、あーみたいな。まあ、ライブはそれからだんだんそのステージは盛り下がっていったんですけど、そのギターを弁償して買ったのが最初に買ったエレキギターです。割れてるんですよ。このストラここら辺、ギターのここら辺ですね、映ってないか、この辺からがこう、あ、この辺か、この辺から割れて上がポンってなくなったわけです。もうつないであるけどね。で、安いギターで、ここら辺からこっちが切れてなくなったから、バランス取るためにこっち側も切って、シュタインバーガーみたいな。ボリュームとかは全部中に12様を埋め込んで、下敷きでピックガード作って、で、当時パンクバンドやったわけですね。まあ、これでもいいかと思って、で、それで鎖でこう繋いでこう弾いてますね。それが最初のギターです、ね。すごいね、それ。すごいわ。そういう、まあ、ちょっと高校時代はパンクに目覚めてっていう感じで、それから、まあ、卒業して、まあ、その頃は全部カバーばっかり。いやいや、オリジナルも作る。半々ぐらいで、で、やっぱり、自主制作で、小倉にボックスってのがハーフがあったんですよ。ほんと不良のたまり場みたいな、ゲームセンターの奥のトイレみたいな扉を開けると、そこにガーンとライブハウスがあって、もうこんなもうこんな紙立てたさとかこうやっておるようなところですね。そこに高校の時にオーディションを受けに行って合格して出るように、定期的に出るようになって、その時に結構その近くの楽器屋さんとかで録音して、自主制作で全部オリジナルの、もうなんか田舎前から分かりやすいですよ、曲が「アイアンはパンクロッカー」アイアンはパンクロッカー。サビもそれ繰り返すだけですよ。すごい言ったな。そんななんか本当ピュアなパンクバンドをね、パンクバンドやってまして、それから高校卒業して福岡に、大学かな、大学かなんかですね。大学かな。あんまり行った記憶がない。あれが大学やったのかどうか。大学の記憶が少し定かじゃない。大学だったような気がします。それから本格的に音楽活動、
しだす。いやでも、いや実は中学の頃から本格的にやってたつもりで、その時はずっと本格的に。そうそう、ね、あ、それすごいよね。基準が違っただけで、違ったね、はい、ずっと、まあ、うん、一生懸命やってたっていうことね、うん、要はね。で、あの大学的に入って、まあ福岡でライブをしだすと思うんやけど、一番最初に出たライブハウスとか、ね、最初は、ちょっとニューウェーブ系のバンドを組んで、うん、あれはどこかとビブレホールとかだったと思うんですよね。ニューウェーブ、当時のブルージャブとか覚えてます？ああ、分かる。あれね、バンド年間の中で僕らニューウェーブのコーナーがありましたもんね。そう、でもあれよね、もう本当その当時ニューウェーブも流行ってます。流行ってたもんね、うん、やけ、何を持ってニューウェーブっていうのが今からよくわからないですけど、ね、いや、本当はちょっとさ、エコアのバニーとかさ、ああいうふうな、そのネオパンクっていうか、そういうふうなのがこう出てきて、まあ、そこら辺がニューウェーブっていう形で、ちょっと総称されてきたとは思うんだけど、まあ、そういうふうな感じの、日本でいうと P モデルとか、ああいうふうなところとかがこうバーッと出てきた時代やったけ、かなりね、ニューウェーブ的な波っていうか、新しい音楽がちょうど出てくる波のところに、ちょうど俺たちの世代で、うんうん、ね、今聞くとエラー逆に古いんですけどね、全然ニューじゃないんですけどね。あ、うん、あ、分かる。多分逆に新しいってことを意識してる時点で多分古い音楽になってしまったんかなと思うけど、うんうん、洋服とかと同じよね、うん、ジャケットとかもさ、トラディショナルのやつはその古さを全然感じないけど、うんうんうん、当時そのニューウェーブの人たちが着てたそのスペンサーのジャケットとか、うんうんうん、ああいうふうなのってやっぱりそう、今見ると古さを感じたりとか、そういうふうなのを感じるけ、やっぱりそういうふうな、なんか音楽的にもやっぱりそういうふうなのがあったのかもしれないっていうのは、うんうんうん、80年代の音楽なんてやっぱ今聞くと結構恥ずかしくなる、なんか映像とか特にひどいの多いですもんね。やけ、なんていうかな、録音技術も進歩してる途中やから、うん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 、なんか妙に全部なんかもうすごいエフェクターがかかりすぎて、ジョン・フォガティのソロアルバムですが、最初の頃なんかシンセドラムパカ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 入ってたから、そうそうそう、すごくおかしいですもんね。だってシーナーズ・ロケッツだって、あの真空バック、シャープワン、シャープワンの時はそうじゃないけど、真空パックの時はちょうど YMO が細野さんがプロデュースしてるけ、やっぱり随所にそのちょっとテクノ的なところがあるので、ロケットファクトリーとかさ、ああいうふうなところとかもなんかあれが入ってたりとか、ステフ・リップスとかもなんかもう全然なんかちょっとニューウェーブっぽい感じの音作りやってるというね、そういうふうな時代やったけ、あれやけど。我々は全然、僕自身はニューウェーブやってるつもりは全くなかったし、ギターの人がただそういうのが好きだったわけで、うん、分かる。なんとなくもうその時 の, あの波っていうか、なんかこう最前線にある音楽がやっぱりそんな感じやったから、うん、ニューウェーブやろうとかやらんねとかいうあれじゃなくて、なんとなく そっちの方向にやっぱりこう流れ的に行ってしまうっていうのは分かるんね。わけ分からんこと言うけどね、ストーンズをベースにしたニューウェーブとか。なんだそれ。いやいや、まあでもそういう時代だったんでしょうね。そうだよね、うん、それからそれは何ていうバンドやの？それはですね、あんまり言いたくないですけど。じゃあやめとこうか。もう本当4本ぐらいしかライブしてないんですよ。4本しかで、それからで、やっぱりその自分の本当にやりたいバンドってもう少し泥臭いバンドとか、うん、そういうのを組みたくて、うん、で、うん、イエさん多分ずっと出会ったことがあると思うんですけど、うん、タムっていうライブハウスかね、タム、はい、で当時多分ライブハウスでここに出たいなっていうのはタムか、今言うのドラム、そうそう、か、うん、まあジャジャがまだそこまで活動的にはなかったことですね、うん、でタムは割とブルースとか、ね、そうそう、タムはやっぱり大人のバンドが出るところだった、タムに憧れたもんね、うんうん、で僕はそのタムに
バンドも全然まだ解散して、そのニューウェーブルのバンドがなくなって、でも本当にちゃんとしたバンドがやりたいと思って、そこに出入りしてたんですよね。で、カウンターに座ってお酒飲みながら、いや、俺こんな音楽やりたいんやけどとか言ったら、なんか全然最初はもう鼻であしらわれてたんですけど、何回か通うにつれて、おお、ちょっともう一杯飲んでけとか、音楽の話でしてくれたりとか。で、そこしょるうちに、ちょっと、あるバンドが、のギターのやつが、僕も全然先輩のバンドで、が、ボーカリストを探してるんです。新しいユニットを作るので、ボーカルを、その人もボーカルを取るんだけど、もう一人ボーカルが欲しいから、お前ちょっとやってみらんやつって誘われて、最初に入ったんですね。で、そのバンドが最初にタンプでライブをして、で、何ていうバンドか。それはですね、ファニーショットというバンドなんですけど、その前にクワックってバンド覚えてないですか。よく当時、少年科学文化祭とかでよくライブした。そのバンドのギターが初めてソロで、ユニットで、別のユニットで組んだバンドで。で、そのバンドで、ベースに出たのが、ジャパンのブギーボックスの行徳です。それで、アイスと知り合ったんですね。そういう感じで、ちょっと徐々にジャパンのブギーボックスへの流れになっていくけど、それで何回、そのバンドで、ファニーショットで、2本だけです。本3本目のライブ の、チケットをタムに取りに行ったら、タムの監査が、いや、もう店閉めることになったじゃんって、体が調子悪かったですね。それが最後ですね。それから、そしたら、ファニーショットは2本ライブをやって、まあ解散っていうか、自然消滅、ね。自然消滅、それから、ジャガーのブギーボックスの。1年間ぐらい、もうとにかくメンバーに、音信不通だったんですよね。で、ちょうど忘れもしない、4月8日、僕の誕生日に、部屋で1人だけだったんですよね。寂しいじゃないですか。久々にちょっと行徳に電話してみようとか言って、お前、どげんしとうやつ、俺、誕生日なんやけどとか言って、ちょっと会おうかとか言って、歌詞、アピロス前、今前ですかね、会いに行ったら、お互いなんか久々やけんが、ちょっと格好つけないかんと思ったんですよね。ジョン・レノンがかけるこんな丸い眼鏡、2人ともこんな眼鏡かけて、丸い眼鏡かけて、いうか、恥ずかしくないそれで、じゃあちょっとスタジオ遊びに行こうかって、じゃあ、まあ、アコギ持ってこいよって言って、俺もアコギ持っていくって言ったら、アコギ持っていったら、ギター結構うまかったんですよ。で、お前、噂に聞いたって、ギターの方がいい、ギターいいなって。でじゃあお前ギターで俺がギターボーカルでバンドをもう一回組まんかっていうことになって、で始まったのがジャガーです。ジャガーです。でメンバーがこう集まってくるわけやけど、最初はどのメンバーっていうか、まあギョーちゃんと、最初からね最後まで変わらんかったのが、最後まであそうかギョー徳途中で抜けた、あでもまあギョー徳と俺、であと中村裕二って中村裕二、これはギョー徳が別途に手伝ってたバンドで、そこにいいドラムがおるけんが、そいつを引き抜こうと思うんやけど、もうぜひ連れてこいです。まあ高校卒業したから、高校卒業10区ですよ。10区で僕警察に尋問されたんですもんね。お前こいつにライターを持たせたのお前かとか。あいつにですよ。まだ当時10区ですよ。19ね。まあで。あいつと、だけどそのユージたちが手伝ってたバンドが立松の、うん、おったハーレムシャフトの元のバンドですね。でそこにおったユージと行徳が僕のところで行くようになって、であとはベースは国部っていう男が、弾いてて、これも1年間ぐらいですかね。その後山崎淳っていうのが、ベース弾いてて、その後に三古田吉野に出て入って、その後に八木はじめが入って、これで終わりですかね、ベースが。そうだね。淳君からは知ってる。あの頃から結構 B1 とかが出てきて、そう、ね、とかあの大博多ホールとかちょっと大きなところでライブをしだして、でなんかジャガーのそれからピアノは、あそうか、キーボードがいました、加藤哲夫、で加藤哲夫の後に今度は吉田康成、入って、そうね、でほら何やったっけ、音楽オーディションのあれで、ジャグアンドミボクが作ったのは86年か7年ですけど、89年にキティレコードって、レコード会社のオーディションを、オーディションというかコンテストを作って、九州大会は僕らダメだったんですよ。で、佐賀のバンド、唐津のバンドが優勝し、九州代表になって、僕ら補欠やったんです。
うん、でもしどっかで欠員が出たらあんたらも全国大会出れるよ、うん、そうですか、でも何も期待せんで待ってたら欠員が出たみたいな、どっかの県で仲間割れした番組がいたんだよね、うん、で一つ減ったからお前ら繰り上がって出るよって、で九州からだから僕たあのその唐津の番組で僕らが一緒に出るようになって、うん、だから補欠から繰り上がる、うん、で本戦に行ったら、うん、あの全国大会で補欠やった僕らが優勝してで九州大会の代表やったやつが2位やったで、1人を僕ら九州大会で独占したからすごく嬉しくて、うんうんね、でそこからあのジャグ&ブギーボックスは結構ね、うんうん、快進撃というか、ねうん、一応そのコンテストで優勝したらもうそのままメジャーデビューっていう流れでずっとやってて、うんうん、それはあれバブルが弾ける前ですかね、弾ける前、あちょうど弾け出したぐらいね、弾け出したぐらいですか、ね、なんかもうなんかわけわからん世界でやってたんですよね、うんうん、すごいですよ、もう仮契約金もいただいてたし、うん、スタジオ代もただやし、うん、あと箱根のペンションの中にあるスタジオ、身の上陽水が使ってたスタジオを2週間ぐらいもう借りて、ね、食事も全部もう事務所の人が作ってる、今日はステーキだからさ、多分残せなかったんですね、僕らが、うん、いや、本当その通りだと思うんですけど、残せなかったんでしょ、うんうん、でなんかあの事務所とやっぱりいろいろギクシャクしてきて、いろいろ実はまあその間でも、うん、あのメンバーの病気とかもいろいろそうね、ユージがちょっと入院したりとかね、うんうん、まあ本当あいつの話になるけど、ドラムのやつが、うん、全く叩けなくなって、スティックすら握れなくなって、うん、で最初はその叩けないっていうのがその、まあ、ちょっと気合いに入りすぎとったりとか言ってこうしとったりとか、本当に飯とか食いても端っぽんと落とすし、あれって言っていろんな病院に連れて行ったけど全然治らなくて、うん、9代の、うん、病院に最後連れて行って血小交換して、うん、ようやく治ってる、うん、原因とか治療法があまり明確じゃないって言われてたんですね、うん、俺も見舞いに行ったもん、うん、あ9代に、ね、だから自分でチャックがもう開けれんぐらい、うん、おしっこ行けんのよとか言うとかバスで小銭がポケットから取れるって言ってバスの運転手さんから取ってもらってとか、うんうんなんかあの後も治った後も面白かったですよ、一緒に練習とかしててリズムが戻ってくると、うん、お前再発したじゃないねえ、ね、そういうことなの、うん、ね、やっぱ向こうが事務所の方がよし今からお前たちをプッシュするぞっていう時期と、うん、僕らが行ける時期がちょっと微妙にずれて、僕らが行ける体制になった時に事務所の一方で人事異動とかがあって、またいろいろギクシャクしてきて、うん、でなんか溝がどんどん深まったって感じでね、うん、で結局最終的に社長に、うん、ちょっと暴言というか暴言じゃないですね、暴力的な手紙を書いて、うん、若気の至りってわかんないそれは、ね、感情の赴くままにやってですね、うんうん、まあね若かったし、うんうん、そのなんていうかなやりたいことっていうのがまあ多分はっきりしてたと思っちゃって多分ね、うん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 、で特にそのなんていうかな不器用なメンバーがいっぱいおって、ですね、うん、そういうふうなね、うん、そういうふうなその、うん、そういうことに対しても、うん、まあ、うん、もう東京っていうだけでもうみんな構えてましたもんね。うんうん、ねそこからそのジャガー・ブギー・ボックスがまあ買い、まあ、でもその後も結構あれよね、うん、ボイスレコードから、あ地元のね、うん、本当にあそこをね元はクズミュージックですけど、うんすごくいろいろやってくれてですね、うん新聞広告だとか、うん、テレビスポットだとかいろいろ CM とかでも使ってもらってですね、うん、いやこの前平山さんが出て、うん、あそうかで、うんうんうん、自分のレコーディングの中で一番好きな作品は何ですかって聞いたら、うんうん、ジャガー&ブギーボックスの本命のスペシャ ル, ス, スペシャル、うん、あれが一番好き、今もう廃盤なんですよね、はい、まあ廃盤っていうか見かけない自宅にあるよ、僕は手元になくなっとってそれこそこれでヤフーオークションで2枚売れた自分のやついやで自分のだから恥ずかしいでしょ、うん、友達にお願いやからどうしてっつって、うん、まあね、うん、向こうがもし分かって、うん、あれこれ歌ってる人じゃんとか言うからね恥ずかしいから、うん、結構嬉しいのは、うん、あんまり本当は嬉しくないんでしょうけど、うん、1800円のやつあの CD なんですよね、うん、元が1500円で出てたんですよ、うん、でこれが100円とかだったらね、うん、2円とかなってたらちょっと、うん、
もう目も当てられないですけど、うん、まあ本来安い方が買う側にとってはいいんでしょうけど、うん、まあそのぐらいの価値を認めてくれたんだと思ったら、ね、まだ嬉しかったですね。そうですね、本当いい CD やもんね。いや、あのままっていうほど曲数は入ってないですけど、好きですね、うんうんうん、そういう感じで、それからそのジャガードブギーボックス、あの当時は井上くんとかがギターで入ってたよね。そう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 、あれね、井上がギターで入って、うん、5人編成になって、そうそうそう、キーボードが抜けたんですね。そうね、箸、ね、とかはその前ね、行徳が抜けたんよね。あ、そうそう、行ちゃんが抜けたんや、うんうん、どうしようかなと思ったけど、もうそのね、一緒にずっとほとんど3分の2ぐらいをこうジャガードブギーボックスのその、うん、作ってきたメンバーだから、うんうん、どうしようかなって名前でも変えるかなとか思ったんですけど、やっぱりちょっと続けようと思って、うん、同じ名前で、うん、でちょうどそれこそ橋池美さんとかで来てたんですよね。そう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 、池美さんところを辞めた後、辞めたっちゅうか、あい、あの、これあれのさ、あいつ引き抜いたんですよね。引き抜いたっちゅうか、いや、あのね、ちょうどうちも CD 作ったばっかりやったんや。あ、そうそうそう、だからさ、レコーディングし終わったらさ、あいつがさ、ケミさん、ちょっと話があるっちゃうとか言って、実は大塚のところで弾こうとか言っちゃう。あ、そうやったおい、お前、CD 作ったばっかりやんかって。あ、そりゃ失礼しましたって言ったんやけど、まあまあ、もうさ、仕方ない現地で、うん、もう、あの、なんていうか、やっぱ、あの、ね、大塚のところで揉まれてきいよって言って、うん、送り出したいんです、うん、で、橋が入って何年ぐらいやったの？バンドは多分ね、1年か1年半ぐらいしか出てないんですよ、うんうん、ただ、ね、そこであいつが抜けた、あいつが抜けたっていうか、その時点で、うん、まあまあ、最終的に解散したジャガードブギ、ただ、橋とはやっぱりそのジャグビーが解散した後に2人でいろいろやったりとか、そういうところで逆にちょっと絆っていうか音楽的にお互いのこう理解度が深まって、うんうん、多分あいつもその時期が一番楽しかったんじゃないかな。そうかもしれないね、うん、ジャグビーの時はそのもうバンドのジャグビーっていうなんか、ね、しかも行徳の後やからそういう、もうプレッシャーで多分大変やったんじゃないかな。そうね、うん、2人でやれる時に本当にあいつのあいつらしさが一番、うんうん、出たかなと。で、まあ、ジャグ&ブギーボックスを解散して、ヒップタウン・ティンカーの方に、うんうん、あ、そうかですね。で、2年間ぐらい多分、ブランクがあるんですよね。その間、ハシとずっとやってたり、うん、それも、まあ、たまにやるぐらいで、で、本当に半年ぐらい何もやってない時期があって、一、うん、人で曲作って、一、うん、人で100レコーディングして、一、うん、人でアルバム作って、うん、っていうデモテープですね、うん、そういう時期がしばらくあったですね。うんうん、で、なんかこう、自分の中でこう曲もいっぱい溜まって、やりたい音楽がこう、でいっぱいになったところで、うん、作ったのがヒップタウンっていうか、ヒップタウンなんか。メンバーは俺と、で、中村ゆうじはそのままですね、うん、あと、忠松浩二っていう、ね、僕らと同世代の、ね、忠松三兄弟の一番末っ子です、うん、あと、野口義彦っていう、うんうん、今、満面屋というラーメン屋の店長ですけどね、はい、それから、あと、平田一世っていうね、そうそうだ、うん、あの一世で見てた、うん、そいつまで入れて、5人です、5人で、はい、で一世が抜けたから4人になったんですよね、うん、でもヒップタウン・ティンカーも結構精力的にやるようになってね、うん、それぞれの技術はまた別としても、うん、僕はそのバンドの形態としては今でも一番理想的なバンドかなと思います、うん、みんなのこう気持ちのこうなんか持ってきどころというか、うんうん、そのなんかもう民主的なバンドを作りたかったんですよね、うんうんうん、で民主的にするには正直メンバーの力量がまだ不足してたんですけど、でも本当になんかみんなで歌って、うん、みんなで作ってっていう音楽をしたんで、うん、ジャグブギはそうじゃなかったってわけじゃないですけど、うんうん、もう一回ちょっとなんかそういう原点に立ち返ろうかなと、ね、ジャグブギは結構尖ってたもんね。いやあの頃はですね、うん、いや多分なんか俺も上徳も多分なんか近寄りがたいなんかキャラクターが神経質そうでよく言われてましたもんね。うんうんうん、尖ってたもんね。よくあのね、ハートビートとかでも出てもらって。あの池見さんね、あのハートビートであのね、そうそう、ずっとあのお見せされてて、その頃僕は知り合って。そうそう。うん、だから
知り合った時は音楽やるとかも全然知らんでね、うん、お店辞められる時に一人でギター弾いてると、うわギター弾けるんやとかそうよね、うんうん、そうそう弦ね、すごくなんかパワフルに弾きよって弦が6本あった弦がもう曲が終わる頃2本ぐらいしかないで、うん、そうそう、もうあの頃はずっと裏方やったけどね、うん、だから知り合ったのは裏方でってことですもんね、うん、そう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 、あの頃はブルースのライブやらあそこでしよったやつよね、そうそう、もう本当、うん、いろんな人やんで、もう本当ジャグブギーも本当あの頃はすごかったね、うん、なんかもう人もブワーッと集まってきて、うん、ね、なんかその時代って言ったらもうそれまでかもしれんけど、僕らそのヤマハのオーディションコンテストとかも出てたけど、うん、で、あのクリスタルキングの、あのボーカルの方、うん、高い声の方がおられるじゃないですか、うん、あの人が、MC だったんですけど、うん、で2年連続で出て、うん、1年目の時に君らは、うん、まあ、俺君らの音楽大好き、うん、でも絶対スリーコードのシャッフルの曲がヤマハで優勝するはずはないとか言ってでも大好きやけんって、うん、で2回目やった時もまたスリーコードのシャッフルやったんですよ、うん、またかよみたいな、うん、あのジャグウギの、曲とか、まあ、ヒップタウンティンカの曲とかも、うん、やっぱりそういうふうなその、まあ、あのトラディショナルウォークっていうか、うんうんうん、そこら辺がやっぱりベースになってるし、まあ、そこからね、あのソウルとか、あ、そういう、まあ、カントリーとか、うんうん、そのまあ、ブルーアイドソウルって言われるところとかの、うんうん、もう本当ベースになってるような音作りやし、っていうのがあるんやけど、まあ、博多で例えばその影響を受けたバンドとかは、まあずっとその大元をたどればね、うん、まあ、まずじゃあ僕は博多出てきたかっていうところに遡るんですけど、そのハイバンドとかチューリップとか、うん、昔の、うん、あのニューミュージックの頃好きで、うん、ギター持ち始めた頃ですね、うん、で、パンクとかに影響を受けたのが、うん、モッツとかロッカーズでルースターズ、まあ博多じゃないですけどルースターズ、あとあの ARB の石橋亮さんとか、うん、そこら辺の方々がみんなもう福岡の人たちじゃないですか、うん、福岡県の、うん、でなんで僕の好きな人たちはみんなこんな福岡にいるんだろういうところで福岡に出てきたんです、うんうん、で、今でも当時その出てきた時はそこまで好きじゃなかったんですけど、うん、今でも僕はナンバーワンの、ボーカルやなと思うのは、うん、あのフルノイズのマサルさんなんですね、あの人はまあ、たまたま博多の方ですけど、うん、日本一のボーカルですよ、ボーカルの、うん、僕はボーカルですね、うん、僕にとっては、うん、まあもう表舞台ではほとんどやられてないですけど、うん、やっぱすごく影響は、影響、受けましたね、うん、なんか昔はね、よくそのやっぱりそのフルノイズから影響されてるとかね、うんうんうん、っていうのもね、言われたりしたけど、やっぱりそれから独自のそのヒップタウンティンカとかうんうん、の流れっていうかね、そういうふうな形にずっと、うんうん、ね、やっぱり大塚直之がこう吸収していって、こうバンド、ね、また違う道をこう歩んでいくっていう感じになるんだけど、うんうん、それでヒップタウンティンカーが解散するのが、解散というよりもですね、業務縮小って言った方がいいですかね、業務縮小で、要はドラムのユージと、うん、二人で、まあ、胸張れるライブをしようと、うん、いうところで、まあ、クビにしたわけじゃないですけど、とりあえずその、じゃあ二人でやろうと、うん、いうところで、ザ・俺とあいつっていう名前で、友人のドラムと僕のギターボーカルで、やろうって、うん。ただそれもやっぱり、正直、その本来理想とするサウンドとはまたちょっと違うから、あれはあれでいいんですけど、うん、また、ね、限界があるんで、それはそれで時々飛び道具でやってますけど、うんうん、っていう感じで、それと、まあ、並行してスタジオもやり始めるやん、スタジオを、うんうんうん、まあ、経営というか、うん、一番最初の頃はね、ほら、なんやったっけ、植木屋さんとかに、うん、植木屋さんってはなんかすごい小さいですね、花屋さん、植木屋さんって植木屋さんってこんな感じでしょ、そうそうそう、はいはい、ね、花屋さんの方に、うん、それから食品会社ですので、ね、15年ぐらいですよね、トラックのね、ずっとルート営業の仕事ばっかりしようですよね、うん、で、そこがなんか潰れたよ、なくなった、業務縮小になった、花屋さんの方、結果的にですね、両方とももうなくなったんですけど、うんで、そこから、その、うん、
何て言うかな、スタジオをやらんかっていう話が。いや、そうですね、そのスタジオをやってた友達のところで、うん、そこで自分のアイドル時間で意見がボーカルレッスンをさせてもらえんやろうかっていうところで言ったんですよ。あ、もう自分から逆にそのボーカルレッスンを、うんうん、スタジオをですね、うん、スタジオ別の人が経営してるスタジオに、うん、で、そしたらちょうどバイトが辞めたけんが、うん、お客さんがやったら、アイドル時間バイトせんですかって、うん、ありがとう、もう僕右も左も分からないやめておくんですね、うん、でそこで働かせてもらいながら、自分の教室もしながら、うん、やっぱバイト生徒さんが増えてきて、うん、でその時はもう島村も やり始めたぐらいで、うんうん、でどうかな、割と生徒さんが増えてきて、そのオーナーがまた別に店を出したいっつって、うん、でここはお客さんあれだったら買い取らないですかって話になって、僕はそのスタジオを買い取ったんですよね、うん、で名前もソウルミーティングって名前に変えて、うん、始めて、半年もしないうちに大家が、うん、あ、このビル壊すからって来て、買い取ったばっかり俺でそれですごくやっぱちょっと弁護士とかにも相談して、うん、戦ってなんとか予定額じゃないですけど、うん、移転保証金っていうのをもらって、うん、今の西陣にラジオかスタジオが出せるようになって、うん、なって、うん、で、さっきも言ったけど、まあ、4年あそこに向けて、ですね、うん、4年まあ4、5年っていうこと、うん、4、5年っていうことで、うんうん、で今はねあそこの方で音楽そのボーカルスクールとかいろんな、ね、まあね、僕が直接教えてるのはやっぱその弾き語りだったり、うん、ボーカルだったりですけど、うん、あとねベースとかドラムとかサックスとかね、うん、全部ナルトとかもねいますんで、ナルト君とかね、うん、もういるし、みんなあそこでそのレッスンとかね、うん、で時々ほらソウルミーティングでその発表会、うんうん、ここのゲイツでやったり、今度はね12月にピースっていうところで、うちの僕のボーカルの生徒だけの発表会をやったりとか、うんうん、最近 その生徒さんとはど幅広い。あ、それはもうあれですよ、ちっちゃい子供から、あ、僕はでもちっちゃい子供はいないかな、うん、中学生ぐらいから上はやっぱ、うん、70代の方とか、うん、はいですね、うん、だけど時々足がしばらく悪いからしばらく 階段登れませんから行きます行かれませんとかそんなあ、でも自分のところの例えばスタジオとで教えるのとその島村楽器とかで教えるのってやっぱ若干こう違ったりとかするわけ。私は島村の楽ですね。もちろん周りの他のことは考えなくていいでしょう。自分のそのレッスンのことだけ考えて後のことはやってくれるわけですから。うん、だからスタジオの方はもう経営者しながらやけですね。そうだね。ただですね、うん、営業の仕事して朝5時に起きてトラック乗って昼飯も不便状況で夜10時ぐらいに帰ってきてっていう仕事してた頃に比べれば天国ですよ、ね、音楽ですから。あ、そうやね、そうだ、これでなんかあだこうだ言ったらやっぱね、うん、音楽の神様から怒られるかなとか、そういう風なその、まあ、スタジオもやりながら、まあ、今ボーカルのレッスンとか、まあ、生徒さんにもこうね、そういう風なところで接しながらということなんですが、今そのほらアカペラのそのアップステア、はい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 、あれもすごく精力的にライブやってるんですね。うん、一時期もうね、今あれどういうきっかけで組むようになったの？あれは、うん、ブランドボーイズアラバマっていう、うん、当時僕ら見た時で70代の方がおじいさんなんですけど、その佐世保に見に行って、うん、もう見るの見えないゴスペルグループなんですけど、うん、でそれを見に行った時にすごく激しく歌ってるんですけど、もう涙が出てきてですね、よしこれだと思って、うん、でもちろんそういう音楽も好きだったから、うん、でたまたまその会場に署名が来てたから、うん、お前はシャウトやったらどこまででも歌っていったらいけるか、お前はこれこの役とか言って、うん、で普通のスタンダードな、ソウルボーカルジャスティンがもうピカイチだから、うん、お前ら二人でもう好き放題歌える、うん、シャウトは署名組んで、うん、まあソウルはジャスティンで、うん、で僕はその低音だったらどこまででも出るから、うん、もうリードボーカルがいいから今回はね、うん、僕は低音パートだともうしっかり受け持つから、うん、
お前らがガーンってもう最前線でこう暴れるグループをやりたいというところでずっと構想があったんですよ。だからみんな仕事の関係とかでなかなか進まなくて、でたまたま僕がその時間ができた時に電話したら、その今ちょうどよかったし、今ちょうど僕もあのきつい仕事を辞めたところなんですよって言って、ちょうどみんなが時間できてもちょっと、でちょうどあの桐山英二、ジャスティンの後輩だったんですけど、を連れてきて4人で、4人で、一番最初のステージはじゃあ、あのね、もうないお店ないんですけど、ボーボージャングルっていうお店から六本松にあって、これまた生かしたお店だったんですよ。本当商売系がなくてですね、そこが最初のステージで、そのそれぞれのその個性で、なんかですね、でもやっぱりボーカルスクールの先生もやってるけ、まあある程度この組み立て方とかそういうふうなのはやっぱりこう、最初のやっぱ4年間ぐらいは僕が全部譜面を起こして、アレンジしたりとかして、よしこれでいこうとかいうな感じでやってたんですけど、もうだん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 なんか多少いい加減になってきました結構いろんなところに営業に行ってるよね。この間見たのはあれかな、バルーンフェスタ。あ、バルーンフェスタ行ってないですよ。バルーンフェスタ僕単独で行きました。あ、バルーンフェスタ単独で行ったの、佐賀ミュージックフェスタ、全部単独です。あれ単独、3日間カプセルホテルでカプセルの中に入った状態で あれ歌う時だけカプセルから出てきてあ、そうだよ。いや最近はあのアップステアーズ、アップステアーズはあのまあ、メインはそのラフィッツっていう、エイリーの店でやることが多いんですけど、いや、ほんとね、いろんなところでやってるね、中洲ジャズ、箱崎工場や、JR 博多駅の上の天空っていうビアガーデンだったり、あ、天空はよく見る、なんか、で、今度は、僕はあんま詳しいことまだ聞いてたら、12月にその JR 博多、の1階のどっかでやるらしいですよ、月に2回ぐらい、そんなのとか、あとカモメ広場みたいなとか、キャナル式とか。キャナルはおしゃれでしょ。ちょっと泥臭いね。あのなんですよ。ちょっと泥臭くないといけない。あとね、小学校とかありましたよ。小学校。小学校生の音楽を聴かせたいっつって、全校生徒を、体育館に集めて。そういうのってどっから話が来るわけ。やっぱりあのボーカルのその生徒さんとか、たまたまですね、ライブに来てた方の中に、その学校の PTA の関係の方がおられて、そういうのに企画に携わってる方がおられたみたいな。でそこからお話をもらって、っていう感じで、小学校、小学生とか僕らの、ほとんど英語ですから退屈すると思うじゃないですか、音楽、でステージに立って、もう半信半疑でこうステージに立って、イエーって言ってたら、イエーって黄色い声援ってまさにあれですね。すごい、やっぱりもう今の、逆に子供っていうか、小さい子はもう小さい頃からそのロックとか、やっぱりアニメソングでも ロックや今ね、どっちかというとね、だからそういう風なところを聞き慣れてるんかもしれないね、やっぱりね。だから大人気だったんですよ。もうあの控室とかもみんながこうなだれ込んできて、なんか将棋倒しになって大変なことで、車出そうと思ったら車が囲まれて普通の時にこんなこれだけ人気あったらすごいなと思ビートルズみたいな。でも小学生です。小学生分からんよ、もうその後で、ね、もう大人になってくるね。でもなんか本当に来てくれるちっちゃなお子さんがいてですね、親子がおられて、お母さんがこの子が生まれて初めて自分の小遣いで買った CD はこれなんですよ、でもあのアップステアの CD をね、でいつも車の中で歌ってるんですよ。嬉しいですよね。嬉しいよね。一番最初に買った CD って一生変わらないわけですから。そうよね。それがアップステアーズってなんかやっぱ、それをやっぱ大事にしてくれて、っていうのが嬉しいですよね。今後はそしたら12月とかはそういうふうな営業って言ったらあれやけど、まあ、そうですね、何本か入ってますね。あとこの前ほら久留米にあのギョボちゃんと一緒にライブ、天神で1本やった後に久留米でやって、まあね、あいつとも久々に行徳君とは一緒にやるんです。そうね、半年前に本当に一回久々にやって、それからまた、なんか何年か前にほら、ジャグ&ブギーボックス復活みたいな感じで、やってたよ、やってましたね。まあ、別にやることが嫌なわけじゃないですから、ただ、やろうと思うと、やっぱり切り替えが必要なわけじゃないですか、今やってることとまた違うことをするから、やっぱりやるからには、こう、ちょっと僕らもよしやるぞっていうところでやりたいから、
その自分らの切り替えがしっかり効くところで、でやっぱ残したい音楽っていうのも、伝えたい音楽っていうのもあるんですよね、やっぱそのジャガー&ビーボックスの時代の、今はほとんどやってないですけど、当時の曲でもやっぱね、聴いてくれるオーディエンスがいるんなら、やっぱりそういう場に立ちたいなとは思いますね。うんうんうん、やっぱそのね、その当時のその何て言うかな、不安の中にはそのままでやっぱり残ってるっていうのがね、あるやろうし、その曲がね、ね、俺の中でもやっぱりその当時そのやっぱりジャグビーがね、ハートビートで、うん、やってましたもんね。僕らのソロコンとかでゲストで呼んでね、歌ってもらったりとか、そう、ね、だけなんとなくやっぱりこう思い出がすごくね、うんうん、あるというか、なんかね、そういうふうなあれなんですけど、今後やっぱりその、まあスタジオでもそうですけど、なんかやっていきたいことっていうのはなんかある？あ、考えてなかったですね。いや、なんかこう例えばそのね、あのね、身近な話ですけど、来年本当に50周年なんで、ジェミさんもそうでしょうけど、そのなんかレコーディングはすでに終わってる音源とかがあるんですよね、でそういうところにプラスまた行動と一緒にやったりとかする音源までプラスして、なんか一枚アルバムを作りたいなと、でちょっと切りがいいからライブの大きなライブをしたいなとは思いますね。あとはそのスタジオとかもそのまあ今言うとボーカルの生徒さんって何人ぐらい？ですね、サンダノーマル全部入れたら40から50ぐらいですね。あ、すごいね。あとは40から50だ。まあコンスタントに来ない人もいるからですね、月に1回か2回とかいう人もいるし、どういうふうどどやっぱそのやっぱ、ま、バンドまあすごくエネルギッシュなボーカルや、その、ね、でも全然演歌とかも来られるし、いろいろですよね。いや、どういう風な教え方してるんやろうかな。さまざま、もうその人のに合ったような教え方、ちっちゃい子供さんとかも、いや、ボーカルはあんま小さい子はね、他のやっぱドラムとかでも、サックス、ドラムとかドラムは多いですね、ちっちゃい子供が、いや、例えばさ、よく思うのが、自分たち、俺たちとかでもそうやけど、誰とも、やっぱりその、音楽ってその、教えてもらってきてないじゃん、夏休みの時に。ですよね。独学でこう、ずっとこう、僕らの考えからしたら、教えるっていうよりも、伝えるっていうか、本来、本人が目指しているところに、こう、うまくこう、うまくいけるようにしてあげるって考えてるんですかね。なんかその、その人が目指してるところに対して、まあ手助けがちょっとできれば、っていうような感じの教え方ですね。逆に何も迷ってない、迷ってる人は逆にそれをこっちが提示してあげたりとかっていうのもありますね。もうなんかよく定期的にずっとそういうふうな発表会っていうのもね、やっぱ発表会があると燃えるもんね。ですね、やっぱり特に終わった後の皆さんのやっぱ表情とか見てると、ああやってよかったなと思いますよね。という感じで、まあ、もうあっという間にちょっと1時間経ってしまってるんですが、早いやろ、今後のなんか予定とか、そういうふうな、告知とか。一番近いところが僕のライブをちょっと、久留米で、日曜日に十八っていう、居酒屋でライブするんですけど、11月の17日、これはですね、久留米です。久留米の、サンライズ、十八、18って書いてある。僕も行ったことがないとこなんで、皆さん調べてください。ヤドロック兄弟と二語りと一緒にやります。でですね、11月の19日、地元です、ハイカラクラブ。ハイカラクラブ、あ、行ったことある。藤崎にあるんですから、ここで、ライブします。これ、土平日なんですよ。だから、ぜひ、皆さん頑張ってきてください。7時オープンの8時スタート、投げ銭です。11月の19日。これ、沖縄から、モリトっていう、
あの沖縄では結構、名の知れたミュージアムが来るんで、ぜひよかったら皆さんね、うん、来ていただければ、はい、思います。だいたい近直近のライブはそこで。そうですね、うん、あとは覚えてないですあとはね、あの Facebook とかですね、はい、そういったところで、はい、まあ、スケジュールとか見ていただければ、はい、見ていただければ、はい、豆にあげたいと思います。はい、と思います。ということでですね、はい、まあ残り5分となりましたけど、はい、まあちょっと動いてるんですね、このとこ動いてるよ、うん、はい、ということでちょっとここで1曲、はい、大塚君に歌ってもらいましょうか。一緒にやりましょう、ね、一緒にやりましょうか、はい、よし、いいな、よいしょ。池上さんがギター借りれるよって言って言われたけど値段見たらちょっと来ない俺借りてるよ今度当てたら大手です。なんで 家から持ってきました。尻尾に火がついてっていう、okay、一番古い新曲、一番古い新曲
ソウルミーティングの、まあ、代表といいますかの、ね、オーナーでもあります大塚直之君をですねゲストに迎えての、ジャガイキビのラブ&ハピネスでしたけど、今日見てる皆さんに何か一言、とりあえずライブに来てください。そうよね、なんかよかったらスタジオにも遊びに来てください、うん、僕かも僕と同じような髪したいのがもう一人西陣スタジオの場所をちょっと紹介、西陣商店街の中の、うん、手紙薬局という薬局からの向かい側のビルの3階です。まっすぐな階段を登っていただいて、うん、一番上です。1個しか入ってないですから。はい、ということで、なんかこの放送を見て、なんかちょっとソウルミーティングにね、ちょっと遊びに行きたいなとか、それとか、まあ、アップステアーズとか、それとか大塚直之のソロですね、はい、そういったところにね、ちょっと遊びに行きたいなと思う方はですね、はい、ジョン、ジョンジョン、ジョンジョン。どんどんですね、はい、足を運んでもらえたらなと思います。ありがとうございます。やっぱりね、バンドやってるとかそういう歌ってる人たちってやっぱオーディエンスっていうか、やっぱね、聴いてくれる人がおらんと、ね、そうですね、うん、なんか張り合いがないけど、一人でも頑張れよって言いたいですけど、やっぱり多い方がいいですよね。多い方がいいよね。そりゃそうよね。もう、いや、まあ一人でも一生懸命歌うけど、頑張りますけど ね、うん、それでもやっぱたくさんいるとやっぱりね、やっぱりもう本当それなりにまたパワーがね変わってるんですね、うんうん、もうそれはもうそれ事実です、はい、という形で、まあそういう大塚直之君ですね、今日はねゲストに迎えてのですねラブ&ハピネスでした、ということでですね、今日の放送はねまたアーカイブで、アップされますんで、何回もね、リピートして見てください。よろしくお願いします。ということでですね、来週はですね、11月の、何日でしたっけ、20日か、11月の20日、水曜日です。場所はですね、ギタートライブじゃなくてドラムトライブの方に移しての、ラバーのハピネスになります。来週のゲストはですね、ドラマーの、マータレ君ですね、伊藤風涼君ですね、という形で、来週はですね、ドラマーの伊藤君をですね迎えてのラバーのハピネスになりますのでですね、来週も、楽しみにお待ちくださいということで、最後ラブで終わりましょうということで、最後コールいきます。ジャガイキミのラブ&ハピネス。